政治家女子48等のえ預金口座が凍結をされました。はい、えー、政治家女子48等参議院議員の浜田聡でございます。今回も動画を見ていただきましてありがとうございます。 はい、えー、ただいま、令和5年の4月5日水曜日、時間が23時45分を過ぎたところでございます。はい、現在ですね、えー、政治家女子48と、そして、えー、NHK 等などにおいてですね、まあ、いろいろといざこざが起こっております。えー、現在の党首はですね、はいえー、大津彩香党首ではありますが、はい、えー、政治団体、 のをですね、NHK 党としてはですね、立花隆党首であるということになります。まあまあ、とりあえずね、それはさておき、今ですね、はい大津彩香投手と立花隆党首の間でですね、まあいろいろといざこざがあってですね、まあその影響がいろんなところに飛び火しているということでございます。で、ちょっとね、あのそのまあ関連でですね、あの、党の 政治家女子48等の講座がですね、凍結をされたということにが起こっております。でですね、これによって、どういうことが起こるかというとですね、党の職員さんのですね給与、未払いの可能性が発生するということになります。こちらに関してはですね、まだ私の方は確信、えーと いったところではないんですけれど、まあ、ただね、いろんな情報をまあ勘案するとですね、えー、大津彩香当主がですね、まあ、こちら、まあ、弁護士さんと相談をして凍結をしたということがですね、まあ、結構有力な情報となっております。で、まあ、今ですね、あの、まあ、LINE などを通じて、まあ、あの、 当関係者と、まあ、大津彩香投手の方でですね、はい、えー、いろいろとやり取りをしているところではありますが、まあ、結局ですね、あの、まあ、結局というかね、あの、今後どうする、していくのかっていうのはですね、はい、えー、大津彩香投手が、まあ、判断していくということになります。はい。 でですね、まあこちらについて、えーまあ、私自身に関してはですね、まああまり大きな影響はないということは、まあ、お伝えをさせていただきます。まあ、党がどうなっていくのかということについてはですね、まあある程度私の方は身を任せる方針でありますので、まあとりあえずね、あの、 国会議員としての参議院議員としての、ね、任期がまあ残っておりますので、まあ、とりあえずね、あのそれにまあ集中できるような環境にはですね、まあ、維持していきたいなというところで、えー、まあ今回のことについてはですね、確かにあの党の方は相、ね、当大変なんですね。特にまあ事務 自分をね、えー、え、一手に引き受けていただいているですね、相原美香さんが、まあ相当ね、あの困っているということになっております。まあまあ、そう、そういうね、大きな問題はあるんですけれども、もまず少なくとも、私にとってはですね、え、大きな影響はないということでございます。まあちょっとね、こう、私がこういう言い方をすること自体はね、あの、すごい問題であるというのはね、あの、重々承知はしております。あの、相原さんがね、まあ大変なので、えー、 あの、なんとかね、あの、できればと思っているところなんですけれど、まあ、ただ、現時点ではね、と、とりあえず時が過ぎるのを、ま、待つしかないかなというところではあります。ま、あの、相原さんはね、あの、相当大変なので、えー、皆様、あの、まあ、その、その点をですね、まあ、ちょっとご承知いただければと思います。ということで、まあ、私に関するね、影響の方をお話しさせていただきます。えー、以前もね、あの、お話しさせてもらったんですけど、あの、 私にはですね、あの、議員の歳費というのが、まあ、大体120、何万かなはい。あの、すみません。ちょっとよく額を覚えておりませんが、とりあえずね、あの、いただいております。で、それに加えてですね、えー、以前、文書通信交通滞在費、今はですね、調査研究広報滞在費っていうかな、あの、それがですね、毎月100万いただけるわけなんですね。で、まあ、これは基本的に何に使ってもいいということなんですけれど、えー、私はですね、この毎月100万 いただいているこの調査研究広報滞在費をですね、各種調査に使うようにしております。まあ、はい、失礼、あのまあ、その名の通りですね、まあ、調査であったり、まあ、広報に使っているということでありますが、まあ、具体的にどういうことかというと、ですねあの施設秘書さんにですね、いろいろとお仕事を頼んだりしていたりしますし、あとですね、最近ですとですね、あの 各種法案のね、あの、調査をお願いしております。えー、法案調査ね、あの、私、ね、総務委員会にいるんですけれど、総務委員会で扱うですね、法案審議の、まあ、法案もそうなんですけれど、総務委員会で扱う法案以外のね、あの、法案についてもですね、あの、基本的に、えー、まあ、そうですね、理想は全部のね、法案。あ あの国会でね、採決をするすべての法案について、まあ調査ができたらなとは思っております。で、それをですね、その調査を、ええー、まあ多くのね、方に、まあお願いをしておるわけなんですけれど、特にね、あの減税会さんの方、まあ減税会というで、ね、まあ集まりがね、あの自主的な集まりがあってですね、まあいかにね、あの政府、まあ行政が、まあ無駄遣いをしているかというところに問題意識を置いてですね、えー、置いて、 おいて、まあ、そ,その群でねあの、各種勉強など、調査などでね、あのかまあ、頑張っておられる、まあ、団体が、まあ、全国各地に、ね、あるわけなんですけれど、まあ、その,、ね、あの方々にご協力をお願いしております。あの非常にね、減税会の方々の,あの調査能力、素晴らしいと思,います思っております。で、まあ、そのね、 各種法案に関する、ね、調査、まあ、調査結果としてはですねあの、インターネット上にブログ記事で、ね、出ておりますので、えー、その辺はですね、まあ、減税会、ブログとかね、ツイッターで検索すると、まあ、出てくるとは思います。あのそれぞれね、まあ、それをですね私の方があ,のある程度金銭的に支援をしてですね、えー、やっていただいていると、えー、いうことになります。で、あの今回の、ね、凍結 関連とですねそれがどう関係するかというとですね、あの私が、まあ、そ,うそういうねあの減税会を中心にですね、まあ、お世話になっている、調査いただいている方々にですねあの個別に振り込めしているとちょっとやってられないので、えー、それをですね党の方にいったん、 いくらかね、まとめたお金を渡してですねあ、預けて、で、そっからですね、まあ、党の事務の方、あるいは私のね、あの、公設秘書の方がですね、各種、まあ、支払いをですね、まあ、していただいていたんですけれど、今回ね、あの、その、党の口座が凍結したということで、え、ちょっと、そのね、支払いがすぐにはできなくなってしまうということになります。で、まあ、大きな影響はないが、ないっていうことはどういうことかというと、まあ、あの、 私も、あの、今後、毎月ですね、あの、文書調査研究広報滞在費いただけますので、えーまあ、とりあえず今回ね、あの、数、1ヶ月前から300万ほど等に預けたんですけれど、まあ、それが今回凍結されたということなので、まあ、とりあえずね、その300万がし,しばらくは使えないということではあるんですけど、まあ、今後ですね、あの、毎月調査研究広報滞在費は、ま、定期的に入ってくるので、まあ、そこから、あの、 あの、はい、調査費であったりですね、減税会の方々へのまあ調査費であったり、施設秘書の方々への、ね、支払いというのはまあ全然大丈夫なんですけれど、ということで、まあ大きな影響はないということでございます。ただですね、えー、当の口座が一時的にであ,あれね、使えないということで、ちょっと私の仕事がまあ増,え増えるという点ではちょっとね、まあ、まあ 少しね、あの、面倒だなという気持ちはありますが、まあ、ただね、あの、こういうことについては、まあ、悪いことばかりでもなくてですね、まあ、一旦等の、まあ、こういうこと言うのかな、まあ、こういういざこざっていうのはですね、まあ、なかなかね、あの、対外的にはちょっと、ど、どうやねんと思うところもあるんですけれど、あまあ、ある意味ね、あの、変われるチャンスでもあるわけですね。あの、いろいろとね、あの、いろいろ、 まあ改善というか、解決に向かう道筋においてですね、何かいろいろとね、いろんなものがまあ見えてくる、新しい視点などもね、出てくると思いますので、そこについてはですね、私自身はあまりネガティブにはまあ捉えておりません。はいまあ、ただね、一、えー、つ、事、え、務、ー、のね、相原さんのことがまあ心配ではありますと、まあ、私の、ね、公設秘書の方もですね、まあ、結構この件に関してはいろいろとね、大変な ああね、いろいろと大変に、大変というかね、結構仕事されておりますので、まあ対応ね、されておりますので、まあそんな中ね、私が、まあ私に大きな影響がないというのはですね、ちょっといろいろとね、あの問題があるのかもしれませんが、はい、まあの、いろんなね、方々が、まあの、 解決に向けて、ま、働いていただいていることに関してはですね、ま、私自身は感謝したいと思いますし、ま、私もね、あの、解決に向けて、えま、ー、できるだけね、希望を持ってといいますか、いい方向に向かえるように、ま、努力していきたいとは思っております。というわけでですね、ま、ちょっとね、いろいろと話が、ま、飛び飛びになって分かりにくかったかもしれませんが、とりあえずね、まとめると、当の講座が同結されたということで、はい、あの、 一部のね、党の方には結構影響が出たりします。まあその点はね、少し心配ではあるんですが、私自身はね、あの、まああまり大きな影響はないということでございました。以上です。グッドボタン、チャンネル登録、よろしくお願いいたします。ではまた別の動画でお会いしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。NHK に受信料を払わない国民を増やすことで NHK をぶっ壊す。はい、どうもありがとうございました。